あ、そうそう、だからメガネしてたらなんかスイッチが入るっていうことにね、気づいたの。人ってさ、こうマスクをしてたらさ、犯罪とかできるやん、うん、何言ってる、まあ、よくあるね、うん、もう一人の自分になったみたいな。外界と一つ壁があるわけやん、ここにガラスという、うんうん、だから恥ずかしさがね、ここでね、あの 32% カットされる。すごいですね、うん、なんか中二病が360度回ってまともなこと言ってるみたいな感じですけど、大体俺という存在はそんな感じやから、うん、あ、僕昨日誕生日でしたよ。 おめでとう。18になりました。おめでとう。え、これで18ってことはもう周知肉林、周知肉林、okay、ダメやろ。ダメ、ここは日本や、ここでダメ、 EU じゃないよ。ダメか、 EU じゃない。あれやりたい、あれ船沈める気やろ。やる気のない説明でした。いつものことやけん。パニックフルーツ。パニックスブルースね。ラグビーチームだ。うん、なんだ。もうラグビーは極めたから興味ないのに。そうですね。まあそういうことで言うと、いた子に殺されるから。僕のいた子、プロラグビーになりたいらしくて。あ、なりたい。そうそう。ラグビーになりたい。具概念にこう。違う。私がプロラグビー。違う。そんな感じで、普通にあのラグビー選手になりたいらしくて。今も大学のチームのキャプテンを引っ張ってるんです。キャプテンを引っ張ってる。おキャプテンはもうこっち来る。で、俺向いてるんよ、博物館に。はあ、なんでかっていうと、何回行っても毎回忘れてる中身。はあ、いいね。一から新鮮な気持ちで全部見れる。博物館とか向いてないじゃん。向いてないよ。でも彼女とかって言ってるんですよ、うん、なんか全部調べないと気が済まないんですよ、うん、ここの恐竜は、ここで生息してどんなものを食べて生きていたみたいなことを聞きたくなるから、ずっとスマホ見てるからですね。ああ、ぶち切れられる。なるほどね。何しに来たんって。今調べてるんですよ。調べて。本気で。わかるわかるわかる。調べちゃう。もう忘れるけど読み込むもんね。うん、なんか撮影？パパラッチじゃないですか。パパラッチ。何ラッチが来るんだろうじゃ今から。ミラジョボビッチとか来るじゃん。いいね。それはする。いいこと言うね今のはね。おい、どうやって育ててきたん？育ってきたん？え？必要栄養素やん。必要栄養素なの？ポケモン。だってほら、栄養素もほら、赤、緑、黄色みたいな感じやろ。そういうことね。それは全部ポケモン。五大栄養素みたいな。あれポケモンだから、あれ。そう。ポケモン入ってんだ。エネルギーになるものやけど。ああ、ポケモン。あんま見てこなかった。あら。だからか。こうなっちゃった。ポケモンじゃ見ない方がいいのかな？そういうこと？自律神が育つかな？ポケモン見ない。ポケモン関係なくね。ついでに借りてる本持ってくればよかった。あ、俺学校からなんか AI の本返せって言われたわ。君 AI の本借りてる。借りてる。俺今妖怪大図鑑の話をしてる。それいいな。AI の本借りてる。2種類な。本の通りに作れば AI が作れるっていう本があって。バカっぽいね。思ったよりバカっぽい。バカっぽいでしょ。1日で回ってみたの術。早い。スタートです。スタート。よし、はい、大島交流館ゲットです。RTA っていうのは己との戦いない。むしろ厳しくなる。